はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日紹介するのはもう目の前にありますね、今回はミクパック15ですね。はい、こちらの方9月の15日に発売された最新のミクパックになりますね。はい、本日はこちらの方をレビューしたいと思います。はい、バシーとミクチャンネル。はい、ではまず最初に、付録の方から確認していきましょう。今回の付録は3つですね。まず、CD、いつも通りですね。それから、閉じ込み付録、千穂さんの、書き下ろし、キツの嫁入りポスターですね。はい。それと、こちらの、こちらアニメイトの方でしか手に入れないんですけども、アニメイトの方で手に入る、ポストカードですね。はい。これで14枚目です。はい。じゃあ早速中身の確認していきましょう。はい、まずは閉じ込み付録の方ですね。こちらの方が、そうですね、ミクパック3冊分ぐらいの大きさの、ポスターが入ってます。なんですけども、繋がっちゃってるんで、切り離しはそうですね、カットとか使わないとちょっと難しそうですね。はい、まあこちらの方は切らないでそのまま取っとこうと思います。はい、そのポスターの裏側なんですけども、千穂、初画集がついに発売ということでね、千穂さんといえばこちらのメランコリックの方が、有名なんじゃないかなと思います。はい、メランコリックの素材だとか、動画キツネの嫁入り、素材だとか、まあそんな感じにあるみたいです。こちらの方9月の28日、2500円で発売だそうです。はい、千穂さん好きな方にはそうですね、画集おすすめですね。はいはい、気づけばもう秋ですね。8月31日ミクさんの誕生日から、そこから秋に入りまして、そうですね、まだ気温的には暑いんですけど、もう秋です。はい食べ物が美味しい秋になりましたね。はい、秋ということで秋のソングコレクション、が和風ソングですね。秋といえばやっぱりこうなんですかね、紅葉とか、紅葉とかそういうのがありますよね。はい、というわけでね、秋の曲、まずは王道千本桜だとかね、いろは歌だとか、そういう結構有名な曲がありますよね。はい、秋ソング、そうですね、秋のソング、夏とか冬とかすぐ出てくるんだけど、ちょっとパッと出てこないな。まあ秋といえばやっぱり和テイストですよね。はい、なんとなくこう和の感じがすごくイメージ的には強いと思います。はい、和風ソングということで月下美人だとかね、そういうのもあるんですけども、あれはれあれはあれはたれ時とかね、天意史跡とかそういう曲もあるんですけども、刀を持ったミクさんもいいですね。はい皆さんはどんな曲が好きですか？はい、一つちょっとだけ悲しい話なんですけども、椎名もたさん、ご存知でしょうか？こちらの方なんですけれども、ボーカルとチームを駆け抜けた一人の英才の奇跡ということで、ちょっと特集を挙げられてるんですけども、残念ながら椎名もたさんが、若くしてもうお亡くなりになられてですね。はい、そうですね、結構若くいっちゃったのかな。椎名もたさんといえばそうですね、やはりハローストロボだとかそういう曲が結構有名ですよね。当時16歳、現役高校生、驚愕のデビューアルバムということでね、1年半の、変革期をまとめたセカンドアルバム、アルターは切なポップ、椎名もたの人生を煮詰めた筆記のラストアルバム、生きるっていうのもあるんですけども、そうですね、一人のボカロ P が亡くなってしまったということで、しかも、かなり若く亡くなってしまったんで、本当残念ですよね。はい、漫画なんですけども1925がありまして、でそっから、ここからは、そうか、ここから CD の話になりますね。はい、こちらの CD の方ですね、収録曲のことについてちょっと書いてあります。おぼろ、鏡おろしの歌、月光、虹の入れ、カラカラ月ですね。はい、今回はまたこの5曲が、入ってるんですけども、テーマはやはり秋ということでね、なんて言いますかね、月とかなんかそういう感じのが多いですよね。はい、CD の方なんですけども、おぼろがミクさん、それから鏡おろしの歌もミクさん、月光もミクさん、虹の入れがリンちゃんですね、でカラカラ月もミクです。はい、ミクさん中心ですね。
表紙はリンなんですけどね。はい、でですね、情報が新しくあります。初音ミクプロジェクト DIY 新シリーズということでね、初音ミクプロジェクト DIYX の話ですね。2015年の、東京ゲームショーがやってたそうで、そちらの方の2日目ですね、昨日の話なんですけど、昨日の日曜日に、最後にラズベリーモンスターのライブが、流れたそうです。はい、僕行ってないんですけど、行きたかったですね。ぜひともやってみたかったです。はい、ライブも見たかった。で、プロジェクト未来の楽曲を、網羅してアルバムが登場ということで、こちらの方に情報が出てますね。2015年9月の2日、もう出てますね。価格8315円、あ、高いですね結構。CD5 枚にブルーレイディスクが1枚。あー、なるほど。ミクタやその全てが詰まった小冊子、月刊ミクタも冬入りの豪華仕様だそうです。はい、ちょっとこれ興味あるな。未来はもう実質終わっちゃったんですけど、次新しいのが出るみたいなんですけども、それの発表はいつなんですかね。でですね、ミクパックがよく千本桜の情報を与えてくれてるんですけども、10月の27日ですね、新しいグッズが、発売されるそうです。はい、マイクロファイバータオル、それからシャープペン、それからトレーニングラバーストラップ、クリアファイル、ミニ缶ストラップ、お守りが、出るそうです。はい、こちらの方は、全国のアニメショップやインターネット電撃や、などで販売されるそうです。こちらの、そうですね、URL、調べて貼っときますね。はい、興味ある方はぜひ、調べてみてください。はい、続いてですね、千本桜の試し読みが、あるそうです。単行本が、千本桜の小説ですね、小説が、第4巻が9月の30日に発売予定だそうです。はい、もう1巻からずっと買ってないや。もともと設定のない、ボーカロイドの設定なんで、こういう千本桜とかそういうの読んじゃうと、自分の中で、形取ってたミクさんたちのイメージっていうのがぶっ壊れちゃうんで、僕はあまりそういうのは読まない方なんですね。はい、ちょっとこうなんかあんまり読む気にならないんですよね。多分ライブも同じ理由で多分行かなかったんでしょうね。はい、まあ、純粋に金がなかったっていうのもあるんですけど。で、漫画、千本桜の漫画が4コマと普通の漫画が、コミカンソロシーですね、があります。はい、で、幸福安心委員会があって、ジャストビーフレンドがあります。ジャストビーフレンドに出てくる主人公 と、ヒロインの方にちょっと進展があったみたいですね。はい、告白して付き合ったみたいな感じのイメージ、てか付き合っちゃったよね。はい、でですね、夢食い白黒爆がありますね。はい、で、メランコリックがあるんですけど、メランコリックの方はどうやらこちらも終わっちゃったみたいですね。はい、こちら、おかえりなさいシュンって書いてありますね。はい、2人の恋が実ったみたいな感じですね。髪の毛伸ばしたリンちゃんもやっぱり綺麗ですよね。うん、大人リンちゃんネンドロイドとかで出ないのかな。でですね、富士チョコさんの、今回はアートワークが、数ページにわたってあります。はい、富士チョコさんの絵もやっぱり綺麗でいいですよね。僕は好きですね。いろんなイラストレーターさんがいますけども、ケイさんが一番好きなんですけど、その他の人たちも綺麗な絵でいいですよね。はい、漫画が終わって、こちら最後になんですけども、こちらの方レビュー予定ですね。初音ミクカルタ、9月の発売予定なんですけども、9月の26日、僕の誕生日ですね。僕の誕生日に、ちょうど Amazon の方から発売されて、家に送られてくるそうです。はい、月次第、レビューしたいと思うので、お待ちください。サンプルカードはこの辺になりますね。はい、なかなか面白そう。でですね、エンスカイから初音ミク音声パペットってのが出るんですね。これ気になりますよね。企画進行中だよっていうことで、まあ、また情報が出次第、紹介したいなと思います。これすごそうだな、なんか。出たら、そうですね、レビューしましょうか。はい、で、次回のミクパックなんですけども、2015年11月14日土曜日発売ということで、はい、
はい、というわけで、ミクパック15の紹介でした。今回はそうですね、欲しかったグッズの情報とかがあまりなかったんですけども、漫画が今回結構多かったんで、そうですね、読み応えのある一冊だったと思います。はい。あとちょっと付録が足りなかったのは物足りないですかね。まあ僕としてはCD ついてきたのはそれだけで十分なんで、まあこんなんでもいいとは思うんですけども、はい。まだ買ってない方がいましたら、そうですね、アニメイトとか、全国の書籍店で売ってると思うのでチェックしてみてください。はい。というわけで、ミクパック15の紹介でした。紹介しながらしいとミクですよ。はい、またね。またね。はい、バシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と評価をお願いします。チャンネル登録してくれますと新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。パソコンにスマホ、ゲームやテレビで今動画を見てると思うんですけども、その開いてる画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。よろしくお願いします。